8:05 p.m. FM Nagano Twilight Time Program. Rajimo Gmo Talk. の針は5時を回りました。 FM 長野ラジモ火曜日はポカスカジャン大久保の冒頭本間かな子とスペシャルゲストの松本山雅 FC 反町康晴監督です。監督ご時代も引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、あのね、外には先ほどから、これガラス張りのスタジオですから、サポーターの皆さんとかにもね来ていただいて、手振っていただいたりもしていますけれど、そうですね、ちびっこから、そうですよね。で、あのスタジオの様子もね、今写真を撮ってラジモのブログの方にもアップしていますので、よかったらチェックしていただいて。してますか。もうどんだけ俺がユニフォーム似合わないかっつうの。いるいる、そういう言い方。なんか彼女が裏目線で俺のユニフォーム姿を笑ってんだよね。スタジアムにでも監督こういう感じの方いますよね。こういう感じってどういう感じ。そのユニフォームかなりの年季物だよね。これなんか言うと JFL だもん。本当ですね。北村選手が来ていらっしゃった。やっぱ背番号7だそうなんです。はい、なんかレトロな感じで、これもまたいいですね。まあそうですね、はい、多分俺という人間がレトロなんで。そんなこと言ってないですよ。はい、さあこの時間は地元トークです。さまざまな視点から地元の魅力にフォーカスしていきましょう。はい、信州に6年ね監督いらっしゃいますけども、ウィンタースポーツって何かされます？いやスキーもスケートもやりません、やりませんか、ね、今までも、スキーは大学時代に少しやったぐらいで、まああんまりやらないですね。そうですか。例えば今やって、まあね、あんま怪我した自分にやってね、そうですよね。あのご存知かと思いますけども、信州の子供たちね、冬といえば学校の授業とかでスキーとかスケートがありまして、そんな環境から世界で活躍する選手たちも生まれているわけです。今日はですね、反町監督が来てくださったということで、アスリートシリーズをお届けします。ウィンタースポーツの中でもアルペンスキーでオリンピックを目指す清水大選手のインタビューをお届けします。なんといっても来年はオリンピックイヤーなんでね、ウィンタースポーツ盛り上がってきてるということで、まあ、清水選手には先シーズンのインタビューをさせていただいてるんです。そうなんですよね、東千曲郡尾身村在住の清水選手、小笠原スキークラブに所属する27歳です。先シーズンの全日本スキー選手権大会ではスーパー G という種目で優勝をしています、ね、監督、スーパー G ってわかりますか？すいません、わかりません。これね、あのすんごくスピードが出る種目でして、400メートル以上の高低差があるところを平均時速がなんと80キロから100キロのスピードで一気に滑り降りるんです。どうですか？考えられませんね。相当怖いと思う。これは相当なもんだね。ですよね。で、地形によってはこうジャンプする箇所もそんなスピードであるということなので、すごいですね。スリリングですよね、で、このピョンチャンオリンピック出場選手がもう、はい、続々とね今ちょうど決まってきてるもんね。そうですよね、でアルペンスキーの方なんですけども、12月26日から北海道の阿寒町の阿寒湖畔スキー場で開催されます全日本スキー選手権大会が選考の対象になってきます。大回転、回転、男女それぞれの種目の優勝者がピョンチャンオリンピック代表に内定するんです。優勝者だろうね。はい、あの今日はですね、清水選手から実はレースで使う板とブーツを、実際のものをお借りしてきまして、ありますね、今あのスタジオに実は山田のポスターとともに飾ってあるんですが、はい、監督、あの後ろにちょうどありますので、よかったらこれ板いいお持ちいただいてもいいですか？あ、ちょっと、はい、じゃあちょっと立ち上がって、はい、今監督が立ち上がって、今から、はい、板を持ちに、一番長い板を今、ね、お持ちになってますよ。よいしょ。あ、よいしょしました。ああ、はい、はい、じゃあちょっと監督戻ってきていただいて、どうですか、持ってみたところ。重いんですよこれ。そうなんですよね、これ板とあのブーツなんですけど、13キロぐらい重さがあるんですよね。でレーシングスーツって言って、あの実際選手たちが着るスーツもさらに5キロの重さがあるということで、かなり体に負荷がかかる状況で
ものすごいスピードの中5キロのものを着て滑ってるんだ。ねえ、サッカーと違いますね。いやもう今サッカーシューズもまあ軽量化で、はい、もうユニフォームも軽量化だっていう時代に、軽く軽くこの重さでスポーツやるってちょっと考えられない。想像つきませんよね、さあそれでは清水選手のインタビューをお届けしてまいります。12月の初めに私がお話を伺いました。お聞きください。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。今年早くからね、県内も雪の便りが聞こえてきて、どうでしょう、シーズン迎えた、今のお気持ちとしては、はい、清水選手いかがですか、はい、そうですね、あの国内も非常に早い雪の知らせ聞いたりして、はい、そういうのもあの気持ちが上がるなっていうのは非常にある部分と、あとヨーロッパの方に遠征に行ったところなんですけれども、そうですか、はい、どうでした遠征の方は。あ、そうですね、あの氷河でトレーニングを行ったんですけれども、氷河で、あの、はい、標高が非常に高いんですよ。なので安定して雪の状態が安定してトレーニングができるということで、あの行うんですけど、 3000m オーバーのところでやるトレーニングでしたんで、はい、結構あの、はい、厳しいトレーニングということになって、空気も薄いですよね。そうですね、そのあたり結構体のダメージも非常に大きいトレーニングですんで、わ、国内でのトレーニングとまた違った ね、はい、そうですね、鍛え方ができますね。はい、通過儀礼といいますか、はい、どの選手も最初は氷河でやるっていう選手が多いと思うので、非常にいいトレーニングしてこれたかなと思います。あの清水選手、先シーズンはね、アジアランク2位ということで、はい、まあ、それだけでもすごい成績だなと思うんですが、はい、ありがとうございます、はい、でもその結果をもって直接ねオリンピック出場とはいかなかったわけですけれども、そうですね、はい、このね12月26日からの全日本スキー選手権大会が、はい、あの、はい、ピョンチャンオリンピック出場のチャンスっていうことが今回、はい、ね、ニュースとしてもたらされまして、先シーズンの大会ではスーパー大回転でね、はい、優勝されてますから、はい、これ大きなチャンスになるかなと思いますし、はい、ね、そうですね、あの大会がこれ行われる阿寒湖畔スキー場、はい、北海道ですけども、どんなコースなんですか。そうですね、あの斜面としましては、あの急斜面から、ウェーブやあと緩斜面、さらにその後の斜面変化など起伏に富んだ非常に難易度の高いコースですね。そうなんですね、はい、あとですね、インジェクションと呼ばれる、はい、あの雪面をアイスバーにする機材があるんですけれども、はい、そこの取り扱いが、おそらく北海道で随一のものがあるので、非常にあの硬いベースコースが作られるんじゃないかな。アイスバーンを滑っていくんですね。そうですね、なんか素人の私からするとそんなところ滑れないっていう感じがしてきちゃうんですけど、そうですね、コース状況からしても、そして選手たちの心持ちにしても、はい、これオリンピックね、みんな目指されて参加されるかと思うの で、かなり熾烈な争いが予想されるかと思いますけども、はい、ご自身でこうどんなレースを予想されてます。はい、そうですね、もう1本目から、全員のぶつかり合いが激しくなるだろうなとは思っています。そうです、ね、やっぱり12月シーズン始まってすぐなので、誰が速いとか、誰が調子いいとか、ここは誰が得意だとかっていう流れがまだできてないところ、そうか、時期的にそういうものなんですね、はい、そう思いますので、思い切ったアタックを仕掛けて勝負することになると思うので、非常にスリリングなレース展開なんじゃないかなと。いきなりこう皆さんスタートダッシュかけて全力で来るっていう大会になってきます ね、はいはい、すね、一発勝負ということで、ドキドキしますね。そうですね、あのアルペンスキーってね、自然をこう相手にしていって、はい、0コンマの本当タイムを争っていく個人スポーツになるかと思うんですけども、はい、まあ、中でもやっぱり自分との戦いという部分が大きいかなと思うんですが、清水選手、普段のこの自分の滑りを 100% 出すためにこう気をつけてることとか考えてることっていうのはどんなことがありますか。やはりあの練習と本番だと状況やタイムスケジュール変わってきますので、自分の実力を 100% 出すためにやっぱり本番をイメージしたトレーニングの日を作るですとか、はい、あとは技術トレーニングの日とレーストレーニングの日っていうイメージ
ですね。分けるんですね、そうやって、はい、タイミングで取るシステムが今普及してるので、タイム取りながら練習という、そのタイムを研究のために使うのか、それとも大会本番の戦略のために使うのかというのは使い分けていくところかなと思っております。はい、以前あのお話の中で支えてくれている愛用品は奥様からもらったボトルだっていうお話もありましたけれども、はい、全日本スキー選手権大会にもやっぱりその愛用品は持っていかれるんですか？そうですね、うん、最近随分使い込んだ感じになってきましたが、はい、そうですか、はい、そうですか、まだ遠征にも持ってっております。いいですね、はい、いや覚えてていただいて光栄ですとんでもございません、はい、あのレースに向けてのね意気込みをぜひお聞かせいただきたいと思います。はい、もう一回チャンスをもらえたというふうに、はい、あの自身感じているんですけれども、うん、それを応援してくれる方々がまた今まで通り頑張ってくれよとか、ここで頑張ってくれよって言ってくださる方が本当にあのいっぱいいて、自分としても、はい、あの非常に嬉しく思っているので、最後に押してくれる力をいただいているなと非常に思ってますんで、自分の力、また応援してくださる人の力も一緒に乗せて優勝目指してアタックしたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。頑張ってくださいね。あのラジオメンバー一同もですね、はい、清水選手充実のシーズンになって、ね、大会になるように応援していますので、はい、頑張ってください。そしてあの清水選手、実はですね今日、はい、スタジオに松本山雅 FC の反町康晴監督がいらっしゃるんですけれども、はい、それはそれは清水選手から反町監督に一言メッセージいただけませんでしょうか？はい、僕からで、はい、ぜひ。そうですか、じゃあ失礼して、はい、反町監督こんにちは。今年も、続投していただくというニュースを見たときに、僕も長野県民として非常に嬉しく思いました。松本山雅は、長野県で随一のスポーツチームだと、非常に誇りに思っております。またそれを率いている、監督さんもスポーツマンとして非常に尊敬しています。前は新潟の方で監督をされていたということで、雪国はもう慣れたものなのかなと思うんですけれども、ぜひ冬の時期はサッカーの練習に対しては雪はちょっと大変なのかなと思ったりもしますが、雪を楽しんでいただける機会、またそんな話をしていただける機会あればなと思います。もしよろしければぜひよろしくお願いいたします。僕は冬に向けて、頑張ってまいります。アルペンスキーヤーの清水大選手のインタビューをお届けしました。清水選手からのメッセージもありましたけれども、監督、はい、ありがとうございます。お気になってどうですか？いや、同じスポーツはスポーツなんですけども、はい、我々はこう雪の上ではサッカーやるわけがないので、逆に彼らはその芝生の上では、はい、スキー板は必要ないので、そうですね、全く逆のスポーツなんですよね。確かに。でやっぱり練習の環境もやっぱりウィンタースポーツだと同じような形に用意するだけでも夏場は大変ですからね、はい、どっかの、まあ、遠征行ったりして雪のあるとこ行くのか分かりませんけども、まあこれは労力もお金もすごいかかるっていうのと、そうですよね、まあ、それでインタビューの中にあったようにこう一発勝負っていうのがね、はい、結局オリンピックってまあ4年に1回ですから、ね、4年ずっとこう努力してそれで何コンマ何秒で勝敗が決まるっていうメダルが変わるっていうね、そういうのは大変だなっていうふうに正直思いますね。その日一日の、まあ、体調もあるでしょうし、はい、いろんなコンディションででもその日一日のタイムで全て決まっちゃうっていう、そうですよ、ね、これで言うとその清水選手がおっしゃってた普段の実力をこう 100% 出せるようにまあ試合に臨むっていう、例えばサッカー選手であるとピッチに臨むっていうところで監督なんか意識してるところってあるんですか？まあ普段通りっていうのが一番本当いいんですよね。これよくサッカー界でゾーンに入るっていう言い方が、聞きますね、まあこれサッカーだけでなくてアスリートでよく言われるんですけども、はい、例えば興奮しすぎてるとか緊張しすぎてるとか、まあ、そういうのってやっぱりいいパフォーマンス出せないんですよね。だからそういう状況を作るためにやはり、努力をしていく、まあ、それは我々が作る環境もありますけども、選手自身が、例えば、まあ、みんなルーティンがあったりとかするじゃないですか。音楽も誰がこの歌を聴きたいとか、はい、で。そういうところで、
ダメだこれはこうしなきゃいけないっていうことはあんまりやっぱり言わないようにはしてますよね、うん、試合の一番近いと。そうですね、はい、おー、それがでも普段の実力を出す秘訣っていうことなのかもしれませんね。確かにそれすごい大事だと思う。さあ、ピョンチャンオリンピックまであともう51日となりました。来週26日から行われる全日本スキー選手権大会にぜひ注目してください。以上、今日の地元トークはアルペンスキーヤー清水大選手のインタビューをお届けしました。 Enjoy more your hometown FM Nagano Rajimo。ジョニー・ブリストル、ザ・ウェイ・オブ・ザ・ワールドです。さあ、今日はですね、はい、本当にものすごい数のメッセージいただいてて、そうなんですよ、もうなるべく紹介したいんですが、はい、机のメッセージでいっぱい、はい、うん、ちょっとじゃあ時間のある限りいきますよ、はい、これ松本市の金堂さんです。ほい、はい、監督より数日前に生まれた53歳です、ね、先輩、同世代として質問します。少年時代にハマった漫画はありますか？私はマカロニほうれん草がバイブルです。ああ流行りましたね、僕らの時代。マカロニほうれん草、うん、実はね、僕あんまり漫画読まなかったんですよね、はい、でサラリーマンになったぐらいからですね、要するに大学卒業してから、広金健さんの、うん、漫画をよく読むようになって、人間交差点、ハローハリネズミ、ドラマになったやつ、課長島耕作、部長社長と、はい、そのシリーズは全部持ってますし読んでたんですけども、だから僕ね、プロ選手の時にテレビでお家紹介っていうのがあって、はいはい、お家紹介、部屋自宅、はい、自宅で、僕がインタビュー受けてる時に、はい、後ろにその広金さんのハローハリネズミ全巻がたまたま本棚が映ってて、あ、監督の、はい、お家の本棚 に、へー、はい、でそれを広金さんが見てて、え、ご本人が、はい、それで本人が僕に、サイン付きの漫画本を送ってもらったって、
今でもちゃんと持ってます。直筆サイン、さすが人間交差点を書いてる人ですね。はい、人間交差点で、人間交差点はそういう本なんですか。まあ、マハ本舗っていう劇団にいるんですけど、やっぱりうちの社長が読めっつって劇団に回してった。まあ短い感じだね、いろいろ短い。今でもまだやってますよね。はい、続いてる。いや、ちょっとまた後ほどお話、はい、お伺いしたいと思います。たくさんお送りいただいてるので、はい、まだまだメッセージお待ちしてます。はい、It's 5pm FM Nagano Twilight Time Program Rajimo Gmo Talkの針は5時を回りました。 FM 長野ラジモ火曜日はポカスカジャン大久保信夫と本間かな子とスペシャルゲストの松本山雅 FC 反町康晴監督です。監督ご時代も引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、あのね、外には先ほどから、うん、これガラス張りのスタジオですから、サポーターの皆さんとかにもね来ていただいて、うん、手振っていただいたりもしていますけれど、はい、そうですね、ちびっこから、はい、そうですよね、うん、で、あのスタジオの様子もね、今写真を撮って、はい、ラジモのブログの方にもアップしていますので、よかったらチェックしていただいて。してますか。もうどんだけ俺がユニフォーム似合わないかっつの。いるいる、そういう方。なんか彼女が裏目線で俺のユニフォーム姿を笑ってんだよね。スタジアムにでも監督こういう感じの方いますよね。こういう感じってどういう感じ。そのユニフォームかなりの人気者だよね。これなんか言うと JFL だもん。相当ですね。北村選手が着てらっしゃって、やっぱ背番号7だそうなんです。はい、なんかレトロな感じで、これもまたいいですね。まあそうですね、はい、多分俺という人間がレトロなんですそんなこと言ってないですよ。あ、そうですか、はい、さあ、この時間は地元トークです。さまざまな視点から地元の魅力にフォーカスしていきましょう。はい、信州に6年ね監督いらっしゃいますけども、ウィンタースポーツって何かされます？いやスキーもスケートもやりません、うん、やりませんか、ね、今までも、スキーは大学時代に少しやったぐらいで、まああんまりやらないですね。そうですか。例えば今やって、まあね、あんま怪我した自分にやってね、そうですよね。あのご存知かと思いますけども、信州の子供たちね、冬といえば学校の授業とかでスキーとかスケートがありまして、そんな環境から世界で活躍する選手たちも生まれているわけです。今日はですね、反町監督が来てくださったということで、アスリートシリーズをお届けします。ウィンタースポーツの中でもアルペンスキーでオリンピックを目指す清水大選手のインタビューをお届けします。なんといっても来年はオリンピックイヤーなんでね、はい、ウィンタースポーツ盛り上がってきてるということで、まあ、清水選手には先シーズンのインタビューをさせていただいてるんです、はい、そうなんですよね、うん、東筑摩郡尾身村在住の清水選手、小笠原スキークラブに所属する27歳です。先シーズンの全日本スキー選手権大会ではスーパー G という種目で優勝をしています、監督、スーパー G ってわかりますか？すいません、わかりません。これね、あのすんごくスピードが出る種目でして、400メートル以上の高低差があるところを平均時速がなんと80キロから100キロのスピードで一気に滑り降りるんです。どうですか？考えられませんね。相当怖いと思う。これは相当なもんだね。ですよね。で、地形によってはこうジャンプする箇所もそんなスピードであるということなので、すごいですね。スリリングですよね。うん、でこのピョンチャンオリンピック出場選手がもう続々とね、はい、今ちょうど決まってきてるもんね。そうですよね、うん、でアルペンスキーの方なんですけども、12月26日から北海道の阿寒町の阿寒湖畔スキー場で開催されます全日本スキー選手権大会が選考の対象になってきます。大回転回転男女それぞれの種目の優勝者がピョンチャンオリンピック代表に内定するんです。優勝者なのね。はい、あの今日はですね、清水選手から実はレースで使う板とブーツを、実際のものをお借りしてきまして、ありますね、今あのスタジオに実は山田のポスターとともに飾ってあるんですが、はい、監督、あの後ろにちょうどありますので、よかったらこれ板いいお持ちいただいてもいいですか？あ、ちょっと、はい、じゃあちょっと立ち上がって、今監督が立ち上がって今、はい、It's 5pm FM Nagano Twilight Time
ンプログラム。ラジモ。ジモトーク。時計の針が5時を回りました。 FM 長野ラジモ火曜日はポカスカジャン大久保の冒頭本間かな子とスペシャルゲストの松本山雅 FC 反町康晴監督です。監督ご時代も引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、あのね、外には先ほどから、うん、これガラス張りのスタジオですから、うん、サポーターの皆さんとかにもね来ていただいて、はい、手振っていただいたりもしていますけれど、そうですね、ちびっこから、はい、そうですよね、うん、で、あのスタジオの様子もね今写真を撮って、はい、ラジモのブログの方にもアップしていますので、よかったらチェックしていただいて。してますか。もうどんだけ俺がユニフォーム似合わないかっつうの。いるいる、そういう言い方。なんか彼女が裏目線で俺のユニフォーム姿を笑ってんだよね。スタジアムにでも監督こういう感じの方いますよね。こういう感じってどういう感じ。そのユニフォームかなりの年季物だよね。これなんか言うと JFL だもん。本当ですね。北村選手が来ていらっしゃった。やっぱ背番号7だそうなんです。はい。なんかレトロな感じで、これもまたいいですね。まあそうですね。はい。俺という人間がレトロなんです。そんなこと言ってないですよ。あ、そうですか。はい。さあ、この時間は地元トークです。さまざまな視点から地元の魅力にフォーカスしていきましょう。はい。信州に6年ね監督いらっしゃいますけども、ウィンタースポーツって何かされます？いやスキーもスケートもやりません、うん、やりませんか、ね、今までも、スキーは大学時代に少しやったぐらいで、まああんまりやらないですね。そうですか。例えば今やって、まあね、あんま怪我した自分にやってね、うん、そうですよね。あのご存知かと思いますけども、信州の子供たちね、冬といえば学校の授業とかでスキーとかスケートがありまして、そんな環境から世界で活躍する選手たちも生まれているわけです。今日はですね、反町監督が来てくださったということで、アスリートシリーズをお届けします。ウィンタースポーツの中でもアルペンスキーでオリンピックを目指す清水大選手のインタビューをお届けします。なんといっても来年はオリンピックイヤーなんでね、ウィンタースポーツ盛り上がってきてるということで、まあ、清水選手には先シーズンのインタビューをさせていただいてるんです、はい、そうなんですよね、うん、東筑摩郡尾身村在住の清水選手、小笠原スキークラブに所属する27歳です。先シーズンの全日本スキー選手権名曲ですね。泣けてきますね。泣けてきますね。はい、これあの佐原直美さんのバージョンも実は佐野奈美さんも歌ってるんですよ、アルバムでは。そうなんですね。はい、そのバージョンもすごく素敵です。僕もこれ大好きな曲です。まあ風もね、あってどっちかなと思ったんですけども、はい、たまたま車乗った時に、はい、その風が流れてたんで、はい、で花見にしたんです。あ、じゃあこっちですね。あ、いい歌ですよねこれも。さあ、じゃあ時間の許す限りどんどんいきますよ、はい、あ、神奈川県の方からメッセージ来ます。神奈川県川崎市のイタチのムーコと愉快なイタチたち、はい。彼も私もサッカー好きなのですが、彼は海外サッカーが好きでリバプールのファンです、はあ、私も海外サッカーを見たいのですが、どこから手をつけていいのか分かりません。反町監督のおすすめのリーグはどこですかと来てます。おすすめのリーグ、はい、まあ今リバプールって言いましたけど、はい、まあやっぱりイングランドのプレミアリーグ、まあ、それとやっぱり僕はバルセロナに住んで FC バルセロナで勉強したので、行ってらっしゃいましたもんね。はい、やっぱりリーガエスパニオラ、スペインリーグですか。この2つはまあおすすめですね。はい、この2つがおすすめということです。こちらカリガネーゼさんです。松本山賀には大勢の素敵な選手がいますが、もし監督が女性だったとしたら理想の男性と思える選手は誰ですか。どうですか。これすごいな、このメッセージ。誰を好きになるかってことは。そうですそうです。何でもいいですよ、顔でも性格でも、はい、わかんないですけど、ね、まあ母性本能くすぐるんだったら山本だよね。山本選手、まあ、あいつも結婚したからね。そうですね。彼は実は南進と中心の間にある湖のある、はい、あそこら辺の人と結婚したんですよ。ああ、もう大体わかるでしょうね、それ言ったら。はい、じゃあ幸せなんだ。まあ、まあ、高崎なんか非常に男気があって。あ、僕も好きです。私も好き。竹を割ったような性格でね。いいですし、まあ工藤とはちょっと結婚したくないな。なんでそこ一緒になりたくないな。その理由を知りたくない。気になるとこですか。はい、名前出ました。ありがとうございます。こちら安曇野市のメイハハさん、ソリさんは
2年参り派ですか、元旦の昼間に初詣派ですかと来てますけど、ああ時期ですからね、時期ですから、うん、これだから大晦日の夜に、はい、2年参りするか、はい、元旦の昼に初詣するか、はい、どっちかっていうことですね、どっちに行かれる、元旦の昼ですね、初詣派ということですね、やっぱ決まってるんですか、場所が、夜行くと並ぶじゃないですか それで寒い中よくわかります、ちょっとね風邪ひいちゃいそうですからね、はいはい、初詣派でございます。こちら山上丸さんです。反町監督が試合中に使っているバインダーにステッカーが貼られているじゃないですか、ほうほう、あのステッカー素敵なデザインだと思っていたんですが、監督がデザインしているんですか男反町って監督感じの素敵なデザインですよねってあれはいただいてます、あサポーターの方に、何のデザインなんですか、何のデザインっていろんなデザインがあります、へだからファン感謝デーで、はい、なんか変な格好って失礼ですけどもすごい格好したらそのまあ絵もあのステッカーにしていただきました、写真撮って監督そのものをステッカーにしてるんだ、そうですね、でバインダーはキーパーコーチみんな同じバインダー持ってるわけですから、はいはいはい、あの同じところ置いてあると分かんなくなるのでそれでステッカー貼ってみんなそれぞれ貼ってるんですよ、はいはい、それで目印なわけですね、そう目印にしてるんです、うんうんうん、でも嬉しいですよね、差し上げたもの監督が、ね、非売品ですよ、貼ってくれてるそこにしかない、うん、はい、じゃあこちら筑摩市のユンちゃんさんです、まあ、先ほどから邦楽も流してますが邦楽は何がお好きですかという質問が来てますね、邦楽は何が好き、うん、結構今フォーク系は出ましたけど、例えば邦楽のロック系、そうこれはね、自分のこうルーツを探ってるところなんで、はい、古い歌が多いんですけども、でも最近の歌はやっぱりあんまり日本の歌は聞かないかな、あうん、まあ、今歌謡曲っていうのじゃないじゃないですか、ジャンルがないですもんね、歌謡曲っていう、確かに向こう歌謡曲あったけどね、ちょっと前まではその小山田圭吾君とか、はい、小西やさるね、やっぱ渋谷系なんで、渋谷系の時はよく聞きましたけど、かっこいいな、はあやっぱすごいね、さあ監督まだまだあと1時間お付き合いくださいね、はい、よろしくお願いします、なんだろう本当にたくさんメッセージももらってるんですけどね、うん、嬉しい限りですね、でもね皆さん6時台はクリスマスソングを監督がちょっと何を流してくれるのかちょっと楽しみなんで、はい、そしてプレゼントもありますから、そちらもお楽しみに、はい。